はい、神木です。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気いきましょうね。今日もですね、来てもらいました。ありがとうございます。お願いします。よいしょ。ワンピースっていろんなグッズとかですね、はい、ブルーディープとかそういう副読本みたいなの出るんですけど、はいはいはい、で、ふりかけ、はい、ありがとうございます。なれて、まあ、いろいろですね、はい、出るんですけど、ファンのですね、欲っていうのも尽きることがなくて、そうですね、まあ、いろんなもの欲しいじゃないですか、はいはい、で、今日はですね、こういったものを作ってもらいたいなっていうのを集英社さんにですね、お願いするような動画にしようかなと思います。ここからね。そうです、ここからもしかしたらですね、噛んでからの生まれるかもしれないです。確かに、はい、ね、はい、今までこう、はい、本当にワンピースマガジンもそうだし、はい、そうですね、ここにね、はい、はい、いろいろ出してくださるんですけど、はい、ワンピースも情報量多いんで何でも出せると思うんですよ。すごい、うん、もう一個の世界ですからね。そうなんですよ、本当に何でもあるから。そうなんですよ。だからワンピース連載が終わっても多分いろんなものが出ると思うんですけど、はい、ですね、欲しいものっていうのをちょっと高橋さんにいくつか考えてもらったんで、はい、今日ちょっと発表してもらおうかなと思います。よろしくお願いします。まあやっぱりこれでしょってね。これちょっとね、神木さんともちょっと話しましたけど、はい、やっぱり一個は悪魔の水か欲しい。もうこれはいる、絶対それはいる、絶対。もうてかみんな買いますよ、ね、買います。あったらね、うん、そしてあれですね、うん、サンジが見てた表紙で作ってそう、あれであれです、あんな感じでサンジの過去編でね。そうそう、ホールケーキの時のあっ ね, ね あ, のあそこまで多分分厚くはなんないでしょう、ね、半分はその悪魔の実をフィギュアで作ってもらってあの厚み、ね、そうそうそう、結構出てますからね、こうね、メラメラの実とか、そうそうそう、ちょうどいい、そう、糸糸とかね、ゴムゴムとか出てるんですけど、うん、出てないのももちろんいっぱいあるんで、うん、でそれを確かにそのあの厚みの半分の付録としてね、そうそう、この詰め合わせで欲しいですね。ああ、それめっちゃいいっすね。でうちがですね、今子供6歳の子が男の子いるんですけど、ワ、うん、ンピースめちゃくちゃ見出してるんですよね、はいはいはい、で何に一番興味持ってるかっていうと、うん、悪魔の実なんですよ。ああ、そうなんだ。なんで学研の図鑑みたいな感じで悪魔の実をどんどん紹介してくれるようなものはい、はい、欲しいですね。いいっすね。で今あれですもんね、ワンピースマガジンでビジュアルが ね月ごとに、うん、公開されてますもんね、うんうん、確かに影とかあれ出た時とかびっくりしますよね。びっくりします、うん、あんな形してんって、うん、てか逆に元のね、果物何これみたいな、そうそうそう、もうしかも音とかがあるのかどうかも分かんないんで、うん、もう今の本当に食べる気しないぐらいの実になってますもん。影影あれあったら俺食べないですもん、絶対。形状はね、花々も食べないけど、食べない食べないなかなかちょっとグロいぐらいのね、そうそう、まずいっていうのは分かってるし、かつ見た目もやばかったら食べるかなっていうのもね、その楽しさもありますからね、うん、まあでも今からね、悪魔の実、うん、あと何個ぐらい出てくると思います。もう終盤じゃないですか、ワンピース。いや、そうっすね。でもそんなですよね、だから、うん、そんなにね、こっからワンサかワンサか100個200個みたいなのは多分ね、うんうんうん、出ないと思うんですけど、まあ、単純計算で言ったら、まあ、今95巻ですもんね、はい、で、本当にここで今100ぐらい出てます。100は出てないか、100ぐらいでもいってるか、いってないかぐらいですよね、100何十個かやった気がする、ね、だからまあ、大体同じぐらいって考えたら、うんうん、あと本当にね、出ても、うんうん、あと5年でしょ、ざっくり計算で、あと20、30とか出るか出ないかですもんね。だからロックスとかですね、いやー、その辺でしょうね。もうやばい、それロックスの話またしたらいけますね別動画ですね、別動画でいける、別動画でいきましょう。まあ、というわけで楽しみやな、悪魔の水か。いや、でもこれは出ると思いますけどね、うんうん、いずれ終わったら出るのかな、うん、いつ出るかは分かんないけど、いや、欲しい、楽しみですよね。ここに置いときたいですもん、置いときたい、ここに、ここに置いときたい、絶対ドーンってね。いいですね、お願いします。お願いします、集英社さん、お願いします集英社に誰に言ってるんだ確かに、誰が見てるかも分かんないよねはい、1個目、はい、悪魔の水からですね、はい、はい、じゃあ2個目、はい、2個目はですね、はい、僕小学校の時によく勉強別好きじゃなかったんですけど、よく見てたその教科書関連があって、地図帳を見てたんですよ。はい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 、そんな感じで、うんうんうん、海図帳じゃないですけど、いいっすね。それ欲しくないですか、うんうん、ふわっとね、レッドとかで、なんかふわっとしたイーストブルーの地図とか、はい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 、そのね、地球儀とかふわっと描かれてるんですけど、うんうんうん、平面で、そ、あ、もうそうそうそう、うんうん、そういうのがあったらめっちゃ楽しくないですか。海図、そう、海図、グランドラインも、出てる航路とか出てる、うん、ルフィの冒険の島しか分かんないんで、うんうん、もちろんまだね、作中で描かれるのか描かれるのか分かんないですけど、うんうん、謎の部分ってあるけど、知りたくないですか。いいっす、そう、でそれをめちゃくちゃ買って大量に買って積み上げて、うんうんうん、
切り鉢でこう切ったりすることができる。いやいや、切り鉢がない。手持ちに切り鉢がないのよ。アーロンの波の部屋のあんだけで返すね。そうそうそう、いっぱいあってね、うん、で最悪喧嘩したら窓からそこからやればいいですもんね。贅沢な遊びだよそれ。いくらかかるんですかね、あれ。いいっすね、あの、いや、海津町みたいな地名とかね、多分あるんですよね。出てきてないけど、絶対小田さんの設定画っていうか、うん、落書きノートに書いてある、書いてあると思います。地図っていうの、地名っていうのはあると思うんで、もう本当にね、本当この間のそのロードスター島がどこ、あのリバースマウンテンからどの位置にあるのとか、その辺とかが細かく知りたいっすよね、うん、知りたい。で、まあ、ページ開いていったら、その、いや、あれって当時のその小学校の地図帳とかって土地土地の国の紹介とかそういうのとかも後半で含められるじゃないですか。あ、じゃあアラバスタ王国、いいっすね、でアラバスタあってみたいな、それめっちゃ欲しいですよ。買う。買いますよね。買う。これマジで、みんな買うと思う。4500円で買う。結構だね。図鑑レベルですね。4500円ってこのぐらいの図鑑いけるな。でも本当にそのぐらい、まあ、まだもちろんですね、あのレッドラインとか、そう、田中さん動画見ましたけど、レッドラインとかだったらさ、全然描かれてないじゃないですか。だからね、楽しいですね、そういうの、うん、分かんないこととかも多分あるんで、まだ今すぐにやったら多分難しいと思うんですけど、うんうん、そうですよね、それが結構ヒントになる可能性もあるんで、そうそうそう、気になるんですよ、ね、いいですね、でも楽しいですよね、地図見ると楽しいんで、あ、こういうのあるんだみたいな、いろいろ知れるんで、採用です。ありがとうございます。で誰ですか。集英社の人みたいになってますけど、集英社さん、欲しいな、本当に。お願いします。はい。あとね、これちょっと欲しいのがあって、はい、今ワンピースのグッズで出てるもので、船のプラモデルあるじゃないですか、はいはいはい、あれは結構いろんなね、うん、本当にもうポーラタンク号とかから、うん、あとピースオブスパディルゴとかベースの船とか、はいはい、本当にちょっとしか出てない船とかも、うん、結構割と網羅されて出てるんですけど、うん、意外と出てないなと思ったのがあって、うん、建物のプラモ、ほう、建物、すげえこれマニアックですけど、うん、例えばアルバーナ宮殿とか、あ、いいですね、こういうとこにちょっと置きたいんですよ。なるほど。そうだから、まあ、ワーコレとかそこ置いたらね、そう、どのぐらいの大きさとか全然まだ分かんないですけど、なんか意外と建物系俺あれ欲しいぞみたいな、うんうん、それはそのジャイアントジャックなのか分かんないですけど、いやジオラマみたいな。はいはい、ちょっとそのフィギュア寄りな好きな人とかはたまんないんじゃないかなみたいな、はいはい、いいっすね、まあ、それだけで、うん、思い出せますもんね。そう、そのまずシェルズタウンのね、そうそうそう、そこのあれとか、うん、その本当にアルビダが壊したルビが寝てた小部屋あれとか、あれはわかんない。あれは多分出ないですよ、ね、出ない、ペッポコペッポコポッポコがいたとか、あーよく寝たの、あの。いや、まあ建物、まあ、船は結構出てるんで、逆に印象的なそのシーン、例えばあのウォーターセブンのまあ島なのかわかんないですけど、うんうんうん、その島単位でも行けそうだし、うんうん、逆にまあスポット当てた建物単位でも行けそうだし、うんうん、みたいな、欲しいな。そう、ちょっとね、これはまあだいぶマニアックなんで、需要がね、世の中的にあるかわかんないんですけど、たまにこうジャンプフェスタとかでそういうのがね、作られたりするじゃないですか。あれですよね。そう、あれ欲しいな。これがほんとね、でかいワノ国のね、それこそありました、でかかったから、あれをまあ逆にミニチュアにして、あのオロチ城、今で言ったらオロチ城、あの花のね、都のあれとか、ちょっと欲しいな。あれ3800円。妥当だ。いい値段ですね。欲しいな、そう。城のプラモがね、普通にあるじゃないですか、世の中には。お城のプラモっていうのが売られてるんで、そこからちょっとヒントを得て、あ、これワンピース、あ、いいな、いいじゃんってちょっと思った。楽しそうですね、うん、ちょっと作ってみたい、ね、作るのもいいですね、うん、楽しそうな、うん、よろしくお願いします。それはもう出ますね。お願いします。マージンは 2% で。マージン取るんすか。いらない、いらない。判定は全部集英社さんなんで、アイデアだけ、アイデアだけ。僕らもう買えるだけで、買えるだけ買う。いや、いいですね、楽しいな。結構楽しいんですよね、こうグッズ、や、結構出ますよね、やっぱね、うん、こう考えてると。あとなんだろうな、あ、だ、そ、あ、今に言ってたパーティーズバーとかね、カヤの屋敷、アーロンパーク、黄金の大鐘楼、アラバスタ宮殿とか。あ、いいですね、大鐘楼欲しいな。黄金の大鐘楼のね、うん、プラモとか超いいっすよね、うん、なるんでしょ、音。そう、ちょっとカランカランって。いいな、それ。それ欲しいっすよね。あと、もうやっぱ大型のやつですか、ちょっとイベントなんですけど、あ、イベントね、大型の、イベントをやってほしいってやつね。もうやっぱ、もう超印象的だった、うん、ワンピース10やってほしい、これは本当にお願いします。俺本当にね、もう一回やってほしい。もうあの時から何年ですかね、原画もたくさん溜まってると思うし。ね、やってほしいんですよ ね、 やってほしいですよね。熊本とかでやってほしいですね。うわー、もう麦わらの一味像が完成記念みたいなね、うん、やってほしいですね。めちゃくちゃ熱いですね、それできたら。やっぱりあれからね、そのワンピースタワー
とかでね、うん、まあ1年越しで原画が、うん、出たりとか、あとあのハローワンピース展とかで、ね、はいはい、ちょろちょろっと出てるんですけど、うん、まあやっぱドーンと、うん、ワンピースは、まあ、あの前はね六本木でしたけど盛り上がりましたね。あれは本当にもう衝撃でしたもんね。やっぱ最初のあのね、うん、スクリーンがこうドーンって、うんうん、あそこでのバーっていうのがやっぱ未だに印象的に覚えてて、ワンピース展はみんな待ってますよね、うん、これは東京でもいいしどこでもいいからやってほしいな。熊本東京開催もいいですね。暑いですね。そのあと大阪とかね、まあ、大都市で開催されるのか分かんないですけど、うん、長崎とねごめんなさい、長崎ちょっとごめんなさい、長崎の野母崎っていう一番端っことかでどこどこだ申し訳ないけど長崎の方には申し訳ないんですけどごめんなさい、分かんないですいや、そうやっぱワンピース展はねちょっとね見たいし、やっぱ久々に原画がちょっと見たい。そうですよ、もうやっぱり、ね、原画のパワーってすごくて、すごい、まあ、あれ見ちゃうとね単行本がねもったいなくなるんですよ。ちっちゃくなっちゃったらね、めっちゃわかる。あのエネルギーを原画で見るともう半端ないっすよね。すごいんで鳥肌立つんで、まあ、黒塗りのそのとことかでもやっぱちょっと書いてあるじゃないですか、うん、小田さんのこの辺とか、うわうわこれやばいみたいな。そうで、この間ジャンプ展があったじゃないですか、はいはいはい、2年前ぐらい前か、うんうん、ジャンプ展の時にはあのそうスネークマンの原画とかが、あーそう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 、そことかうわーはなったんですけど、やっぱあれをねまた味わいたいんで、味わいたいですね。原画ってなかなか見れないですからね。見れないです。今なんかインスタとかで結構上げてくださるじゃないですか、はい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 、あれもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、やっぱこれでね生で見たいんですよね。小田さんが描いたやつで、そう小田さんがこう描いてたのを、うん、見れるっていうのはね、もう価値計り知れないですね、ファンからすると。あれはもう絶対見に行く。まあ、そうですね、どこでも行きます、ね。どこでも行くの、うん。で、ハリウッドが決まってるじゃないですか。うわ海外行ったらどうします？行きますなんかやりそうな気するんですよね、アメリカとか。やばいな、それ。いや、行きてぇ、めちゃくちゃ。行きたいけどな。海外、なかなかね、スッとはやっぱ行けないですもんね。そうなんですよ。いや、でもちょっとね、やられた準備考えますね。そうなんですよ、考えちゃいますよね。そう、 うわ行かねばって思います、うん、初のアメリカそれでデビューする人ね、多いんじゃないですか。逆に、ね、グレッグさんに案内してもらってそうだそうグレッグさんちょっと案内に、ね、グレッグさん結構アメリカのこと知ってるんで違うんです結構じゃないですあの向こうの人なんでゴリゴリ知ってる英語うまいっすよ。英語うまいとかじゃない、母国語なの英語がもうちょっと楽しみですね。楽しみですね。アメリカとかでもやったらね、ちょっとぜひあれも出てほしいですね、あの刀大辞典。うわもう絶対買う、絶対欲しいですね。絶対買う。またなんか異列が変わるみたいなことがあってるんで、そうなんですよ本当に。マジ今は多分出せないけど、ワノ、うん、国が落ち着いた時にそれが判明するかってことですよね、うん、そうですよね。黒刀はね、うんうん、どういうことなんだとなるっていうね、うん、最初はだから黒刀じゃなかったっぽいですもんね、うん、で逆に異列がこう上がったらこう逆にここからこうなるのか、うんうんうん、そのままここでいや12項が13項になってくるのかとか、うんうん、でその辺がまだ描かれてないですけど、うんうん、でも描かれてだいぶ出てきたらもう出してほしいっすよね。欲しい、めちゃくちゃ欲しい。もう鞘一つでも興奮するじゃないですか。いや、つば一つでもかっこいいんで。かっこいい、もう名前が全部かっこいいでしょ。かっこよすぎるんですよ本当に。かっこいいよね、マジで。あのその選出は誰なのみたいなことなんですよね。12校、はい、じゃあ12校、なず桁代わりじゃないですけど、いるかもしれないね。なず桁代わりの弟みたいな人がいるのか、うん、SBS かも、それはもうそう、これ SB 三軒ですよね。異列は誰がき、異列つけ、うん、入れつたがわりみたいな人いるかもしれない言いづらい、めちゃくちゃ言いづらいね、名前の人がいるかもしれないいるかもしれないな。それすごい気になるところなんだよね。そうですよね、武器とかもかっこいいじゃないですか ねかっこいい。で多分小田さんのその設定画のノートとか絶対、うん、細かいの絶対あるじゃないですか。あります、ね、今あの明かされてるのって本当にそのゾロとか、うん、そのゾロが結構細かくね書かれてるじゃないですか、うん、その鞘まで、うん、でもそういうのもう全部やってほしい、全刀かっこいいんだろうな。めちゃくちゃ何でもいいですね、もう何でもかっこいいと思っちゃう。何でもかっこいいと思っちゃう。何でもその辺の刀でももう何なんだろう。なぎり包丁でもかっこいい。何でもかっこよく見えちゃうな。いいっすね。はい。まあたくさん、はい、あの見てる方もですね、はい、欲しいのあると思うんで、はい、コメント欄にぜひ書いていってください。はい。主演者さん見てください、コメント欄を。コメント欄ここめちゃくちゃアイデアの宝庫になってるかもしれません。ただで使っていいんでもちろん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。まあちょっと面白かったなっていう方とかですね、はい、あの鍵閉めるとき、うん、カチャって言うまで閉めるぞっていう派の方は高評価の方よろしくお願いします。いいから、はい、じゃあねー。